言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。在日ビルマ市民労働組合の林生と申します。なぜミャンマー人はこの集会に来ているのか皆さん不思議じゃないんでしょうか。実は私も人間です。日本で住んでいる日本人だろうか外国人だろうか命は一本しかありません。だからこそ私この場に来てちょっと挨拶のことを言いたいと思います。聖魔のより命と暮らしと人権それを守らなければならない。私たち日本で長年住んでたんですけども先生たちも言ってて昨日入管法は廃案になって私たち外国人としては嬉しくて嬉しくてそれを頑張ってた国会議員の先生たちあるいは、弁護士さんたちあるいは国民の人たちに本当に感謝をしております。どうもありがとうございました。私たちミャンマーからも今いろんな大変なこと皆さんご存知と同時に思います。この人たちミャンマー帰ったらどうなるのか考えて考えても眠れないことはたくさんいます。私たちは本当の本当の人権を守らなければならないという決意がただ今言ってもお前のミャンマーは人権あるのかということを聞かれるかもしれない。ミャンマーで2月にクーデターをされてこの時去年の11月に日本政府からもそれは公平な選挙だと認めてクーデターした後に何も言ってね黙ってることはクーデターを日本政府として認めてるのか。私たちは不思議で不思議でその質問を何度も何度も日本の NGO たちと何度も何度も聞いたんですけど一応慎重に見てます見てます見てますということしか何も聞こえてない。本当に本当に平和ということを目指すであれば今の日本政府はミャンマーの出てたミャンマー国民統一政府を認めるべきではないでしょうか。それでコロナ対策にしても私たちにも関係あります。なぜかというと私たちも命があるから。それで日本の政府の今のコロナ対策これはオリンピックより大事大事でしょう。国民の命をどういう守るのかは考えなければならない。政治として経済は大事なのは分かるんです。ただそのいくらいくら持ってた経済があってもお金になっても万が一地震で崩れたらゼロになります。それを日本はもともと戦争に負けてこれをその人間日本人のたち昔の日本人たちは一生懸命働いて働いて今の日本の国は存在してるんです。そういう命を守らなければならない。オリンピックはどうでもいい。私はそう思います。そして日本の制度もう一つ私は言いたいです。私は在日ビルマ市民労働組合組合系です。今日本で果たしてら外国人技能実習制度問題だらけです。これも廃棄しないといけない。去年の7月25日に一人の技能実習生が九州あたりで自殺をしました。ただし未だに真相はわからない。これで共同組合が山にいる家族
ということを例なことだと。それで家族の任意で25日に亡くなって28日に火葬しちゃって、それはどういうことなんですか。命自主性も人間です、命です。この命を守らなければならない。日本は今人手不足、言葉だけではダメです。ちゃんとこの制度を見直さなければ、あるいは廃止しなければならない。いろんなことで、いろんな現場で、現場の人たちの言葉をちゃんと調べないといけない。ただ国会の中でペーパーの上で書いてるだけでは現実と随分違うことになります。だからこそ我々たち日本に住んでも、一部は日本の市民一人として、私たちも日本と国を皆さん一緒に救ってあげたい。万が一私たちに必要であれば声をかけてください。私たち皆さん一緒に団結して働きますので、その場で皆さんと約束します。皆さんどうぞ、外国人の命も日本人の命も同じ命一本だけで、その命のために皆さんと一緒に頑張りたいと思いますので、どうぞ皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。本当にこちらこそよろしくお願いします。それでは続きまして